あれコーヒー、コーヒー、コーヒー飲みたい。おはよう。あ、よく寝た、よく寝たわ、うん、お疲れ様です。皆さん、あの総合1位なりました。初めて3年間お疲れ様でした。総合1位初の、本当にありがとうございました。すごい成長したような気がする。なんかこっから私なんか強くなれる気がするんだよね、うん、ありがとうございます。なんかそんな気がする、うん、あの絶対的な1位でしたね。ありがとうございます。マイリスさん、いつもありがとう、うん、いやー、いろんなリスナーさんがね、あのそのもう全然来てなかった人とかもめっちゃ来てくれて、あのやっぱりその総合1位はさ、取ったことなかったからね。今まで応援して来てくれた過去のリスナーさんとかも取ってほしいってすごい応援してくれて、うん、そう、ヘイト向けられても向け返さなかったよね。なんかすごい成長できたイベントだなって思った。そうで、あのふわっち監視員でさ、あのちょっと待ってね、ふわっち監視員で取り上げられてたんですよ。ふわっち監視員、ちょっと待ってね、マイリストみんなで勝ち取った初総合1位、嬉しいです。夢みたいです。逃げたくて逃げたくて自信なくて、このイベント期間炎上したりとかすごい精神的に来たりいろいろありましたけど、ギマルちゃん本当強かった。相手がギマルちゃんだったからここまで張り合えたんだと思います。女同士の戦い、いいライバルだったと思います、途中酸欠になったりこんなに力込めたイベントは初めてでした。号泣してる、うん、私、うん、で、ゆまりちゃん、言い訳できないくらいのボロ負けでも私信用ないし、アカウント4回爆破してる中ですごい、前じゃなかったらここまで頑張ってなかった、前じゃなきゃダメ、前だから頑張れた、後で前にありがとうって言っとくわ。ちなみに前のことはそんなに好きじゃない、大嫌い、俺嫌い嫌いだけど、でも前じゃなきゃ頑張れなかった。次は鼻をへし折る。ちょっとゆまりちゃん、私のこと嫌いだったの？次は鼻をへし折るって、ちょっとプロテ入ってるんですけど、プロテーゼ、うん、ゆまりちゃん私のこと嫌いらしい。私マジでポジティブっていうか、だから気づかなかった、うん、私マジで気づかないんだよ、そういう人の感情っていうかさ、うん、そうか、どうなんだろう、エンタメかな、うん、ネタかな、どうなんだろうね。この前さ、イベント中ちょっと見てたの、したあのメギツネがとか言っててあのメギツネ
泥棒猫じゃない、あいつはメギツネとか言って、ゆまりちゃん面白いなって思ってたんだけど、本当だよ、ヒルドラかよ、泥棒猫とかさ、昭和の女しかさ言わないよね。メギツネって、まあ、泥棒猫もメギツネも言われたことないけど、まあ、でも本当にゆまりちゃんさ、その今年帰ってきたんだよね。今年アカウント復活して帰ってきて、あのポイントって私がゆまりちゃんだったら絶対無理だもん。2位までいけないと思う。だからすごいんだよ、ゆまりちゃんはね。もう3ヶ月か4ヶ月とかでプラチナプラス戻ってね、すごいよ、うん、ね、うんうん、いや本当すごいと思う。私が逆だったら絶対無理だもん。私が逆だったらまず総合1位狙おうっていう考えにいかないかな。うん、その考えに行き着かないね。私はもう3年間のそのあのね、マジ頼むみたいなさ、あれじゃない、やっぱ女同士の戦いって面白いんじゃない。いろんな配信者の人もこう見てたんだと思う。私多分こんなに、まあ逆もしかりだと思う、相手もそうだと思うけど、配信者の人もすごい応援してくれて、こんなにこうてか配信者の人も見て楽しかったんだと思う。うんうん、多分ね、ゆまりちゃん男にこびないし男芸もしない。私こびないけど、まあ、男芸はするかな。あ、ちょっと聞いて、あ、おめでとう、ありがとう、あ、スーさんありがとう。私さ、すごいリスナーさんに出会っちゃったかもしんない。あの爆投げ師さんが誕生したかもしんない、私今回のイベントで。うん、わかんないけど、うん、王子、そう、王子と出会えたのよ。で、昨日さ、クラウン君の枠にも、あの、出てき、あの、来てくれて、爆投げが始まったの。で、爆投げして、始まって、で、その時も赤文字だったの。赤文字のもう終わるところで、え、延長しないのって言ったら、で、王子も、え、終わっちゃうのみたいな。で、クラウン君は、いや、もう寝るし、みたいな。あ、そうなんだ、とか言って。終わっちゃうんだ、って。私絶対終わんないけど。すごいよね。てかさ、あのカップルでさ、そう応援してくれるって相当すごくない？うん。私もしかして彼氏いるってこの人知らなくてな、応援してくれてるのかなと思ったの。そうじゃないみたい。うん。でそれが私初めてなんだよ。初めて。男性で、基本私あのあれだからさ、基本その彼氏できると本当にいなくなっちゃうんだよ、男リスナーさん。うん、そう、絶対いなくなる。でもやっぱ好きなことをしたい、して配信するのがモットーだから、まあしょうがないって思っちゃう、そういうのは。うん、まあ、でもね、いや、どうなんだろうね、わかんない。王子気分で応援してくれたのかもしれないし、まあわかんない。そうね。うん。伊勢のリスナー短い。基本私はそうなんだよね。あと昨日ね、てかさ、まださ声がさ、あのなんかあれだね。無限ゼロワンファンタ爆投げ、いやどうでもいいよそれ、私がもらえるわけじゃないんだから。ガラガラでしょ。
ナイスナイスナイスってやった集大成なんで、これね昨日もっとすごかったんだよ。で昨日ね本当ディズニーランド行く予定だったんだけど、もうちょっと微熱っぽくなっちゃってさ、昨日風邪ひいちゃって、でちょっとあのポカリ飲んで、あのなんだっけ、あの美味しくないのど飴あの舐めて、でなんとか体調は良くなったけど、まだちょっとガラガラしてるけど、あとね 3割ぐらいグッズ発送した。あそうそう、龍角散飲んでない飲んでない。あのこの前さイベントは、あまだあるわ、ここにイベント終わった後の集大成のビール半分残してるもん。マジでしんどくって、うん、マジしんどくってさ、うん、昨日朝方やったけど、あれからまたちゃんと寝れた。昨日朝方やってたけど、朝、私じゃないね、クランクの枠かな、ね、寝たよ寝た。あー総合1位おめでとう、くまちゃんありがとう、どんちきくまちゃんありがとうございます。あのいや本当にマジで感動した。でみんな私と一緒に泣いてくれた、涙出ちゃったもんね、大泣きですよ。我慢しないとって思ったのね、泣かなかった、泣いた、泣いちゃった。いや泣いちゃうだよね、泣くでしょ、あんな、あんな綺麗なファンタスティック、あの絶対的にもう1位になれる、絶対的にって言ったらあれだけど、もう ほぼ1位になれる状態じゃん。だってもう10分前、何十分前でもう200万さ離れてたからさ、それでもみんながファンタ投げてくれるから、なんかもう綺麗なさ心のアイテム、すごい泣いちゃったよね、うん、一緒にやってたから、うん萌え生活になっちゃうと思いながら。でもさ思ったの、あのあーニカさんおめでとうございます、ありがとうございます。配信者の方にニカ、まあ、イケメンのニカくんありがとう、花火ありがとうございます。ニカくん配信者の方ありがとうございます。ザベスも今ありがとう、感動したね、うんね。グッズってあのイベント中ね、ファンタ投げてくれて欲しいって言ってくれた方にはね発送しますよ、うん、やっぱりリスナー正直に聞き方して感じして嬉しかったね、ズームから毎日言っても決まりにすごい声かけたじゃん。いやもうねしんどかったね、精神的にね、精神的な、うんね、で欲しい方は DM 送ってね、 DM 送ってください、うん、正義は勝つ、マユリスの意地だよね、だからマユリスナーの意地だね、一緒に、うん、守ってくれて、うんうん、マユが性格悪いとか、まあでも配信者みんな性格悪いけど、みんな性格悪い言ったらさ、あね、そのもしその言ってる人がいたら、いや基本みんな性格悪いって、うん、ある程度とは腹黒いと思うよみんな、じゃなきゃ多分ふわっち無理だと思う、できない。あ大花火、くまちゃん大花火ナイス、ありがとうございます、大花火やったー、ナイス、くまちゃん、ね、イベントもね応援してくれて、あ本当にありがとう、うん、おはようございます。で今日はですね、あローマ字の方ありがとう、今日はですね、あの撮影行ってくるんだ、あの来年のカレンダーの撮影でさ、7月のカレンダーに載るんだけどさ、今回はかっこいいあのモノクロのなんかなんていうの
なんかブラック眉みたいな感じの撮影、楽しみ。かっこいい眉撮影、テーマはね、そう、まあ、配信会で行ってきます。そうで、クラウン君が送迎してくれるから。でクラウン君があのあれで、あのその間2時から5時まで撮影なんだけど、その間なんか配信するみたいだよ。でよかったらみんな無料アイテムね、あの投げてね。またあのだけどうちすごいみんな頑張ってくれたから、イベントあのそんな無理しないで、あのアイテムとかは強要してないから、無料アイテムをお願いします。まあ、クランクは2位なんだけど、あの両位までが入賞で、あの入賞したらあのふわっち学園のあの高校生のあの制服がゲットできるので、私あの JK のふわっち学園の制服ゲットできたから、今回だからあの2人で JK の格好するから、ふわっち学園ので、パンを加えて遅刻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 しちゃうって言って、でなんかあってぶつかって、ちょっとどこ見てんのって言ったら、クラウン君が制服でダリーみたいな感じで現れて、ちょっとそこの男子気をつけてよねって言ったら、クラウン君が無言でスタスタスタって言っちゃうの。何あいつ、でもかっこよかったかもってそれやりたい。そうだった、あの恋愛漫画でいう第1話の似合いそうだね、クランク制服ね。うん、ヘイトのおかげで1位取れたんだから、聖地にお礼したらどうかな。は、何言ってんの。間違いなくマユリスのおかげなんだけど、なんでヘイト向けられた私1位になれんの。キモくない、意味わかんないんだけど、何言ってんのマジで。頭おかしいよね、やっぱ頭おかしいよ。私ヘイト向けられて1位になったんだ、そんなこと思う人いるの、うん、キモいからこっち来ないで、うん、あ、カシリスさん、まあ、せいさんリスナーさんか分かんないけど、あの来ないでください、うん、そんなね、ヘイト向けられて1位になれたら苦労しないから、苦労しないよね。じゃあずっと1位になれるの、今後もヘイト向けられる限り、うん、ね、嫌なっちゃうね、うん、ごめん、ちょっと私ね、元彼ね NG ワードなんだ。まあでもぶっちゃけ、まあ、そのイニシャル T 君に関しては、イニシャル T 君は、まあ、実は匿名で応援してくれたんですよ、このイベント。だから、まあ、T 君のことは許してあげる、もう言わないであげるわ。イニシャル T 君ね、そう、匿名でね、そう、別にそんな収入もないだろうに、なんか応援してくれたから、まあ許しちゃってもいいよ。じゃあ、応援してる配信者率がかなり高いし、うん、決まってたらヘイト向けと思いだから、やべ、コーヒーうまいな、久々飲んだら。まあいろいろあったけどね、まあ過去だし、うん、朝から重い空気、いや全然全く全然、もうめちゃくちゃいい気分ですよ。
いい朝って感じ。最近あのほらあの昼夜で暮らしたからさ、ね、最悪なんですけど、なんかさ、いつからかな、私冷凍庫さ開けててさ、中が大変なことになってる。氷もさ、なんかおかしくなっちゃう、氷がもう何固まっちゃってガンガンガンって、1日ぐらいだったら大丈夫かな、多分 1日ぐらい多分ちょっと空いてたんだよね、1回で解凍、いや解凍までは なってない、ただ解凍まではなってない、氷もほらなんかこんな感じ、なんかこんぐらいのなんつうのこうちょっとちっちゃくなって、でも氷だよねって、まあ、大丈夫っしょ。でなんとですね、あの私風邪ひいてたじゃんイベント中で、イベント中風邪、あ私からつったのかな、クランクも風邪ひきました。クランク今風邪ですね、熱で37度の、私も熱でさ昨日あの昨日ね、あの本当具合悪くって、ね、ちょっと微熱っぽくて喉も痛くって、それクラウン君がさポカリ買ってきてくれて、龍角さんと大丈夫とか言って買ってきてくれて、でそしたら次の日クラウン君が熱になっちゃって、自分で買ったあのポカリ飲んでた、クラウン君コロナじゃないね、風邪、そうそうそう、昨日ちょっと辛そうだった、そう、まあでも、昨日はめっちゃ寝た、でも結局何もしてない。おはよう、イベお疲れ様。あ、しーちゃん、ありがとう、しーくんありがとうね、しーくんね、しーくんもね、応援してくれてありがとう。であとですね、なんかいつもあのねクラウン君があのごちそうしてくれたりとか、あのいつもどっか連れてってくれるから、来週あの温泉旅行にマイが連れてってあげるんだ、まあ、あのカシン君じゃないやクラウン君が運転するけど、行ってくるね、間違えた、カシン君じゃなかった、カシン君元気かな、間違えた、いやでもね配信するかちょっと分かんない、配信するかちょっと分かんないから、あの私はほらもう配信者だから、あの配信しようよとか、この日は配信してこういう感じにやろうよとか、そういうタイプだけど、でもあの彼はあの普通 の人だから、やりたかったらやるしみたいなスタイルだから、まあ合わせてって感じ、今日カレンダーの撮影初めてですね、撮影とかふわっちの、リスナーさんに見せたいなとかね、あの私リスナーさん思いだから、一緒に北海道、あ北海道なくなった、北海道なくなった、配信会も大切にしてほしい、いやでも私別に私の配信会を大切にするのはあのなんつうのなんかね、出かけるとかは別にあれなんだけど、ゆっくりしたい時あるじゃん、寝とふり見たりとかいっぱい寝たりとか、そういう日はやっぱ欲しいね、そういうのは別に大事にしたいタイプだけど、シャケクマありがとう、あうーちゃんありがとう、あエンディおはよう、いや見てない、ネットフリまだ見てない、あの 2,3 日ぐらい休まないとネットフリ見れない、2,3 日ぐらい休まないと、北海道ね、あの行くこと自体なくなった
どうしようかな。マネージャー面接いつにしようかな。その前にちょっと掃除しないとね、うちに。もう、実はですね、もう、あの、5組面接決まってますから。ね、ほんと、那須も行きたかったんだけど、ちょっとね、三田さんが卒業してしまったので。5組もう決まってるんですよ。これもう2部制にした方がいいかな。そう、卒業。5人からまあ連絡来た。あの、日程決まったらぜひ行きますって、そう、三田さんもちょっと忙しくて、あの、円満卒業ですよ。めちゃくちゃ寂しいけどね、本当に本当に完璧な素敵な人だったから、ね、まあ、特に募集してるのはマユリスで、マユのことを本当純粋に応援、マユの、まあ、三田さんみたいな純粋に応援してくれるような人が、まあ、理想かな。でも、特にね、なんか男性だと私のこと好きになっちゃうかもしれないじゃん。前のこと好きになっちゃうかもしれないじゃん、ずっと一緒にいたら。その可能性あるくない？まあ、できたらって感じ。できたら女性って感じ、ならない、女性もレズかもよ。あ、まいちゃん本当におめでとう。応援できて最高。あー、ぽっちゃんありがとう。ぽっちゃんもいつも本当ありがとうね。いや、本当にめちゃくちゃ、あの、成長した、あの、イベントでしたよ。リスナーさんの意地でしたね、今回のイベントは。本当にありがとう。まあ、あとはね、あの、お掃除もできたらなおいいよね。整形行ってくるねかと思った。年内はないかな。ちょっと小町くんの配信見たらさ、もう寒そうじゃん。もうなんかさ、真冬のさ、もくもく帽子かぶってさ、ちょっと考えられない。もうほんと韓国は寒いからさ、だからまあ年内はないかな。年内はちょっと、まあ来年の、まあ、3月、寒いの苦手なんで、カレンダー撮影でよ、来年だね。まあいいや。あ、てか最悪なんだけど、私さ、税理士のさ、なんか支払わなきゃいけないやつさ、間違えて捨てちゃったかもしんない。また来るかな、うちに。また来るかな。間違えて捨てちゃったんだよね。ないんだよ。ドライバーさんだけ雇ってハウス、なんかさ、おすすめの誰か送ってくんない？どこがいいのか分かんない。どこに電話したらいいの？怖いんだけど、なんとなく、そうそう、衣装も用意されてるし、あの、税務署でしょ、どこに連絡するの？てか誰か私に税理士紹介してくれない？マジで、ひーちゃんが頼んでるように聞いてみたら、ひーちゃん、いや、あの、ほら、配信とかに強い税理士さん、中村くんのところはもうね、もう手一杯だって、もうちょっとすいませんってなっちゃった。中村くん頼んでくれたんだけど手一杯で。
ってことで、うん、いやー嬉しいな。それにしても総合1位、彼氏できて総合1位めちゃくちゃ嬉しい。あー嬉しいな、嬉しい、君と同じ仕事で、違う、だからその中村君の税理士さん紹介してもらおうと思ったらもう手一杯なの、うん、録画公開嫌だよ。だって結構ブサイクだったし、ブサイクだったと思うよ、泣いた顔、どんな顔してたっけな、嫌だね、恥ずかしい、うん、強いメンズたち後半に固まってた、本当だよね。だってもうせいじさんもう何もう私の集大成を2日目にしてもう超えるでしょ、えぐくない、うんうん、前半女のだから前半出て逆に面白かったよね、女の乱だったじゃん、ほとんど女性で、うん、やっぱ女同士戦うのが盛り上がるのかな、ゆまるちゃんだったからなんかな、それか、うん、ね、次は誰と戦ったら面白いんだろう、リリーさんかな、女同士の、あ、てかリリーさん応援してくれたわ、パンちゃんも、びっくりした、うん、そうだね、ゆまちゃんリベンジするって言ってた、嘘でしょ、花折るって言ってたよ、マジかよ、まだ寝れないじゃん、じゃあ私寝ないよ、言っとくけど、ゆまるちゃん私寝ないからね、もう寝たらもう負けだから、うん、鼻を折るって言ってた、鼻を折るって、じゃあゆまるちゃんのその曲がった鼻を折って元に戻してやるよ元に戻してやろうか次はで、あのね、2人でなんか飲んでみたいけどね、うん、鼻狙い一番攻撃されたくないからね、いじってるとさ、まあちなみに私プロテインで抜くからね、マジで抜く。リリーさんも抜いたね。忘れ花になりたい。忘れ花。うん。まあだからそれが、だから韓国行きたいんだけど、寒いからね。来年の春とかじゃない。うん。だからその主張してない花にしたいわけよ。うん。でまあ、プロテイズ入れるとやっぱこう主張されてくるから、で、世界陸として私顔ちっちゃくなったからさ、さらにこう鼻がでかく感じる、あのでかいっしょ、ちょっとこう顔にはちょっと比例してない、ちょっとでかいなっていう、私の顔にはこれをちょっとでかくちっちゃくする、うん、うん、彼は今の顔でも、いや言ってたよクラン君が、あのもう好きになってしまったから顔がゆっこさんになってもあの愛は変わらないって言ってたから大丈夫だよ、うん、そう、あのねクランクいるよ、配信するんじゃない、後で配信するんじゃない、エミリちゃんも鼻先丸くしたよね、うん、だ整形ってすごいよね、だから一条響ちゃんとかさ、相沢エミリさんとかさ、すごいじゃん、まあもともとすごい可愛いんだけど、もうこれでもうこれ以上の何か変化ってないって思ったらさ、一気にこうバブ顔になったりさ、きれいめ系から整形って、だからすごいよね。あ、この前のバトルのお礼来たよ。あ、ゼロワンこれ。あ、ゼロワンだ。
ゼロワン、あのこの前あの私ファンタですね、10発ぐらいかな、確か 10発ぐらいだけど、ファンタ10発ぐらいでもいいよ俺とか、そんなで、ゼロワン私あの総合1位になった、聞いてゼロワン、私総合1位になったよ、私ゼロワンから生まれた子供じゃん、あの頑張ってあの36時間分回し配信して頑張ったんだ、3年配信して1位になったんだよ、やっと、これもゼロワンのおかげです、本当ありがとう、頑張ったんだ、みんなゼロワンがタティーベやってるから、なんか私よくわかんないけどタティーベ応援してあげて、タティーベ、うん、あもう終わったのあそうなんだ、ちょっとわかんないんだけど、でも私あのいやあのね、一昨日もねあの応援したよね、みんなゼロワンの言ってあげてって言ってたよね、私ね、ねマイリス、いいんですかミラクル、うわー、ありがとう、うわー、ゼロワンありがとう、いや本当に、え違う、私さゼロワンさ、わありがとうございます、あの私あれじゃん、このあのさゼロワンの誕生日さ、私投げれなかったじゃん、マジ投げようと思ったんだよあの時、だけど買えなかったんだよ TikTok で、なんか本当に買えなかったのこれ、嘘抜きでね、だからさそのお詫びでねやったから、ありがとう本当ゼロワンさん、分かんなかったんだもんだって、ありがとうゼロワン、ありがとうございます、いいの、いいの、いいんですか、ミラクル20発ありがとうございます、ゼロ様ありがとう、ゼロ様ありがとうございます、ゼロ様についていきます、ありがとうございます、ありがとう、いや本当に、ありがとう、ありがとうございます、待ってこれいくら、ミラクル5000円10発っていくら、10万ってこと、すいません本当にありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ハートの中から見えるのはゼロくん、ゼロくん、ゼロゼロくん、ありがとうございます、高見え、いいんですか、ゼロ様やばい、いいんですか、30発これ総合1位になった、多分 お祝いだと思うわ、ありがとうございます、あのまたあのね、ゼロワン何かあった時私が力になれるか分かんないけど、何かあったら言ってね、私が力になれるか分かんないけど、何かあったら言ってください、また頑張ります、また総合1位を目指したいと思います、泣いちゃうありがとう。ねまたみんなもしね、ゼロワンが縦イベとかね、なんかあったら、応援一緒にしようね。師匠を超えるんですか？いやいや、まあ、でもね、ゼロワン、尊敬してるから。あの、頑張るよ、ちゃんと。だから、その、女、なんつうの、まあ、とにかく頑張ります。
また新しい称号を取りたいと思います。総合とりあえずマンスリー1位を目指してほしい。いや誠司さん強いじゃん。誠司さんじゃなくても私最高になったの6位とかだっけな、マンスリー。いやありがとうございます。え、待って、ちょっと待って、5000円の30発っていくら？15万。わあ、ありがとう、本当に。いやゼロワン応援すると倍返ししてもらえるのかいや、そんな気持ちで応援したわけじゃないからね、本気で。違うからね、マジで違うからね、マジで違うよ、本当に。そんな気持ちで応援したわけじゃないからね、うん、本当に。でもみんな、私あと01お助けカードもう1枚持ってる。お助けカード1枚持ってるから、そう、持ってるんだよ。なんで持ってるのかは覚えてないけど持ってるんだよ私。眼球以外外見も中身も全部嘘。金あるならユニセフにお願いします。いや別に金ないけど、金あってもなんで募金しなきゃいけないんだよ。したい人がすればいいじゃん。私は整形に寄付するんだよ。見返りあるの分かってる。いやマジで思ってないよ。あのね、お金ないですよ。税金いくら取られると思ってんの。マジでないんだよ。だからひどんなさんにドン引きされたもん、私の貯金額聞いて。ドン引きされたぐらい、え、来年の税金大丈夫って言った。普通に来年の税金考えても、私今、マイナスだからね。マイナス。下手くそなのか。いやでも多分ね、今年の税理士が、去年の税理士がまあ悪かったとは思うけど、去年の税理士がね、うん、え、でもその2倍だね、来年は。だって私去年って半年間プラチナで、半年、そのもう半年からプラプラ、去年の夏からなんだよプラプラって。私だからやばいよ本当に。なんか考えたくないね、うん、人脈って財産って言うからな、うん。まあ、あとはまあそうですね、うん、私口座1個しかない、うん、整形経費ならないよ。そうそうそう、ならないならない。ただそのホテルとか飛行機とかそういうのはなるよ、配信で行ってるから。そうだから税理士さんいないから今ちょっとやばいよね。もうそろそろもう動かないと、うん、やばいんですよ。そう、男の人の咳が聞こえた。中村から紹介して、中村くんに紹介してもらおうと思って、中村くんが頼んだらちょっとね、もう無理ですって、もう無理、手一杯ですって、うん、そう、お風呂入ってたね、言われた。あれ私さ、ピンどこやったっけな、うん、働いても本当だよ。なんでさ、まあいいや、税金高いよ本当。ブースターモード、エアブースターモード、レベル5。整形もやだ。
ゼロワン応援してくれた、応援して、俺待ってるよ。うん。いや、本当ありがとう。いや、なんか倍返ししてもらっちゃったよ。申し訳ないな。本当にありがとう。そんな気持ちじゃなかったのに。ね、あの自分はまああの付き合ったらちょっとあれだけど、なんかそういう会社とかなんか同僚とかだったらとか、まあ、そういうあの上司だったらすごいいい上司だと思う、うん、いい上司だよ。ね、私も見習わないと、本当に見習わないといけないところで、そこってあの やられたらお礼するっていうのは、あの私もちょっとね気をつけてるんだ、ちゃんと、うん、あんなひどい目にあったのに。そう、私ね、そこが、まあ、良くないとこなんだよね。でもそこがちょっと良くないんだよね。すぐ許しちゃうんだよ。だからさ、 T とかも結構いろいろあったじゃん。でなんか応援してくれたからさ、イベント、もうそれだけでなんかまあもうなんもないっていうか、もうまあいいやもうってなっちゃった。すぐ許しちゃうんだよね、私。結構相当あいつやばかったじゃん。よくよく考えると、うん、ね、うん、うん、別にキャリーちゃんにも怒ってないし、もう、うん、そうなんだよ。まあね、ずっとなんかこう憎んだりするのは疲れるしね、よくないんだよ。うん、えむこちゃんのことも別に何とも思ってない。タヌキに生きりを飛ばした、どういうこと、エンディさん、うん、どういうこと、うん、今日はちゃんとね、撮影だからちゃんとこういうのやんないと。タヌキって何？あー、キャリーちゃんのやつね。でもやっぱキャリーちゃんさ、配信能だから喜んでたね。フワチカンシーン見たんだよ。やっぱうち持ってるわーって、こんなことあるって、うち持ってるよねって、配信能だよね。私とそういうとこが似てるんだよ、キャリーちゃん。持ってるよね、キャリーちゃん、ほんと。うん。悪口とか恨みの念とか全部自分に返ってくる。そう、そうだよ。だからよくないんだよ。うん。うん。あんな。ねえ、野生のタヌキでしょ。すごくね。そんなことある。でもさ、まあ、なんもなくてよかったよね。何もなかったからまあね、持ってるわで終わったけど、まあ、悪口、でもさ、私すごいところが、私さマジ悪口言わないじゃん。悪口さ、まあなんか今マジ言わないじゃん。こんだけ嫌われるのすごくない、逆にウケんだけど、うんうん、あ、そう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 、なねね、前さ足にあざできてんだよね。何これ、呪いかなとか言って、昨日これ、大きなあざ。なんだろう、これ。マジ記憶ないんだよ。でも、酔ってないし、この一週間。激しいプレイとかしてないし、別にノーマルだし。なんでなんだろう。いやいやいや、だから、酔ってたらさ、あの、そういうの、あれけど、もうずっとシラフの中さ、うん、なんだろう。うん。呪いかな？呪いかな？痛くないんだよ、触ると。痛く、あ、なんかあざって触ると痛いじゃん。痛くないんだよね。で今回さ、私さ、イベントさ、いろんな何生きろとかがさ、負けろ負けろって多分思ったと思うんだよね。それが体に出てきたとかある、うん、分からん。だってぶつけてないもん今回。いろんなやつが私負けて欲しかったと思うよ。あるよね、生き量とか。そろそろ神社行くか。あ、神社行きたいな。あ、
クラウンくん、クラウンくん、クラウンくん、あのさ、東京大神宮行きたいな、東京大神宮行きたいな。ねえ、東京大神宮行きたいな。いいって、あのエビその撮影の前に。いい？じゃあ何時に出る？本当？プリン？あね、前さプリン買ったよ。プリン買ったよ、なんかプリン好きそうって思って。あ本当？うん。どれ？あ、いいや。ありがとう。何それ？食べる？やだ、見して見して。何これ？これプリンだって。入れといて。へー、いや、食べないよ。はい。何これ？プッチンプリンのちっちゃいバージョン。入れといて。私さ、あの甘いの食べないとな。あね、体調大丈夫？治ったの？大丈夫だって、治ったって。あ、じゃあ甘いのはちょっとね、うん、これ美顔器だね、今日撮影するから、うん、今日寒いんだ、大丈夫じゃね。プリン大好き、甘いの食べないからね。うん、今日さ神社行ってくる、神社、うん、今日神社行ってくる、お祓いっていうか、あのこれあるんじゃん、これさ東京大神宮で買ったの、これお守りなの、実はなんかいい縁が結ばれますようにみたいな。で結ばれたから、私あの結ばれちゃったから、あのお礼参りみたいな、でまた新しいやつに取り替えようかなって、うん、そう、かわいいお守りでしょ、新しくするわこれ、なんかちょっと汚れてるし、東京大神宮ってあの東京で一番だね、多分縁結びで有名なところ、そうそう、毎月おはよう、うん、たまに東京大神宮を買いに行ってお風呂、私湯船入んないからな、うん、行くんだ神社とかね、エンディさん、うん、あマジでエンディさん、あエンディじゃねえや、クランク始まったってさ、無料アイテム投げて、でもみんなね、あのアイテムはほんと無理しないでね、アイテムは無理して投げなくていいから、あのめっちゃ応援してもらっちゃったから今回さ、あのねいいからね、うん、無料アイテムだけで、うん、あっちでやってんだ、あっち電波悪いんだよな、大丈夫かな、あっち電波悪いよ、うん、また可愛くなったね、投げるなとかじゃなくて、クラム君に投げないでとかじゃなくて、あのうちのリスナーさんって優しいから、あの優しいんだよ、ほんと無理し投げてくれることがいるからさ、無理しないでねってことよ、うん、ねで今回結構さ応援してもらっちゃったからさ、そうそうそう、あ、まいすけさんありがとう、一応めっちゃありがとうございます、まいすけありがとう、本当にありがとう、嬉しい、ありがとう、パチコメナイス、俺の時代が来た、前の時代来るかな、前の時代、
前の時代来るかな、来るかな、マジ来るかな、ね、そうそうそう、あれがちょっとね、涙の話だよね。もう絶対勝てんのにさ、ファンタバック投げ涙の、うん、おはよう涙イベントだよ、うん、これなんだっけ、これなんだっけここのなんか忘れちゃった。あ、メディキューブだっけな。メディキューブ。え？メディキューブはむくみか。なんだっけこれ。メディキューブじゃなくてなんだっけ。メディキューブっぽい名前の美顔器名前。忘れちゃったんだけど。メディキューブじゃなくてなんだっけな。何もしてないの怒ってる時ブロックしすぎ。まあ、ちょっとねコメントにね。ピキっちゃうんだよどうしても、うんうん、だからちょっと結構ブロック多いけど、まあ そこはねもう配信のことをね、あ、メディキューブだってる、うん、配信のことをこうとやかく言うのは良くないから、うん、配信のことをとやかく言うのはお前何様だよってなっちゃうし、それこそ喧嘩のあれになっちゃう、うん、マウントって思っちゃうかもしれないし、前って本当そうね、整形するの勇気あって、あれだけ整形後やばかったにこんな感じ、本当、あ、でもなんかね、あのなんか知らんけど、なんか前がこう整形ね頑張ってるから、あの手術をがん、あの整形とかじゃなくて手術を頑張りますみたいなあの人も言ってくれてさ、嬉しい、うん、萌ちゃん枠開けると彼も、いやだから一緒に起きたからさ、私だから暇なんでしょ、うん、別にいいじゃんね、見たい方見ればいいしさ、私すごい麻酔とか怖がりだから、だから私もだから寝る麻酔しないと、あのあれだよ、寝る麻酔しないと、凛ちゃんの娘が脳整形がめちゃくちゃ可愛くて、凛ちゃんもかあのあれだよね、あのハーフだっけ、綺麗だよね、すごいスタイルもめっちゃいいしさ、コーヒーちょっとおかわりしようかな、なんかさ今日雨、なんか湿度かな、なんか髪の毛がうざいな、帽子かぶろうかな今日、ね、このワンピでさ帽子って別に変じゃないよな、変じゃないよね別にね、どう？これさ後ろマジ可愛いんだよ。可愛すぎん？超お気に入りこれ。
じゃあこれにし、これカーブラキョ。うん、そうそう、ヘアセットしてもらおう。まあ、ええわ。あの、羽織るよ。ヘアセットとヘアメイクと、か、いろいろ。上着着る。寒いんでしょ。2時からなんだけど、まあ、神社行くわ。神社行くの、あれだから、まあ、11時とかに出る？ 11 時とかに出て。11時とかに出たほうがいいかな、10。早くないんじゃない？うん。だって14時に撮影だからさ。14時に撮影だったら11時で行くか。初めて。私あの、そういうのね、出たことがなかったの。あ、だからみんな、私思ったの。いつもイベント出るときさ、ちょっとさ、誰も、なんかその、なんだろう、ちょっと、誰もいないとこ攻めるじゃん、私カテゴリー。今度からそういうの気にせず自分が出たいところ出ようかな。絶対負けるっていう戦しないじゃん、私。絶対これ負けるやんって。そうじゃなくて、戦うから面白いのかな。ね、勝ち戦ばっかりこう考えて出てるでしょ。そういうのもちょっと変えてみようかな、うん、撮影したやつどこに。いや、あのカレンダーでもらえるだけ。そう、あ、つうかさ、あれだわ、うん、小雪ちゃんリベンジ。そうだね、小雪さんね、小雪さんリベンジしようかな。もう本当にどっかのタイミングで。悔しかったね、今年の1月ね。何十時間配信して最後の10本で巻かれたやつね、まあ、ちょっとそれは考えますよ、うんうん、ほっぺ赤いけど、いや今ね美顔器してたの。美顔器よし、11時に出るわ。11時ね。あ、リリーさんで、ね、みんな全力で無料投げてきて。全力 で リリーさんのお言葉で1位になりましたって。リリーさんのお言葉で、うん、そうそうそう、寝室電波悪いんだよ。私もリリーさんにちょっと投げるわ。リリーさん、リリーさんに。マユからナイス。あ、いや、マユからめっちゃありがとうございます。みんなお疲れ、みんな、マユリスナーさん、マユからいっぱいありがとう。お疲れ様でした。こうやって返さないとね。おとついは、うん、助言もしていただいて。私な、10分前寝ちゃってたよ。10分前まで見守っとってけど、寝ちゃってさ、起きたら朝で結果見てさ、よかったな、ごめんな、ありがとうございます。ね、姉さん、めちゃくちゃありがとうございます。姉さんです。ねえ、いや、とんでもないです、ありがとう。お兄ちゃんは、兄貴は天然さん、姉貴は姉さん、リリーさんですね。私、たかしに対してみんなどう思う？あ、まやさん、ありがとう。姉妹みたい。まあね、整形してるしね。整形姉妹ってことで。違うの、今美顔器したから、これ結構痛いんだよ、これ。結構痛いんですよ。いろいろもありましたけども、うん、まあ、11時に出るわ。11時でいいよね。え、11時に出るとよくない？神社行って11時半、12時かな、11時半か、11時半に出るわ。11
11時半に出ます、うん、え？だって2時に撮影だから11時半でよくない？うん、いいよ赤くても、あの引くよ、だって平日でしょ今日って。平日だよ、コモもクソもなくない？東京大神宮、別に東京だから。あー、おはよう、パンちゃん、おはようございます。パンちゃん、わー、なんか美味しそうなご飯のやつありがとう。パンちゃん、パンちゃん、イベントもありがとうございました。ナイス、ありがとうございました。ありがとうございます、本当に。平日の方が混むの。じゃあ11時に出るか。11時に出るってハトしとくわ。11時に出る、11時に出る、あ、間違えた、11時に家出るからクラン君の枠に移動しよう。クラン君枠切んないでね。あのクラン君、あのイベント出てるからクラン君の枠に移動しよう、みんなで。まあでも神社着いたら配信切っちゃうけど、ギリギリまでね。そうしましょう。うん、眉って好みバラバラだね、好きになった人って感じなんやね。金バイとゼロワンなんとなく同じっぽい。クラウン君かっこいいもんね。もうね、ありがとう、嬉しい、うん、嬉しい、うん、そうだね、クラウン君ね、顔は男前だよね、確かに。なんかね、久々なんだよ、なんかこう顔が綺麗だなって思うの。いや、久々って言ったら失礼か。じゃあなんかね、綺麗なんだよね、なんかあの、ね、寝て起きるじゃん、起きた後もあー綺麗だなって思う、うん、顔で私絶対選ばないよ。私のあの決め手はここから血が流れた時に誰もまあゆっこさん心配してくれたか、まあ、でも行動、あの走ってこ、あの走ってあのお水と消毒のなんかいろいろ買ってきてくれて拭いてくれたの。優しい、優しくない？それだけってさ、配信中で嘘つきじゃなくて配信中にね。で別にクラウン君って配信のじゃないから、あのなんつうの、あのいい人キャンペーンとかじゃなくて純粋にやってくれて、あ、この人なんか本当にいい人かもって、うん、そう。でもその時まで、でもそれでもあれだったけど、まあでも正直言うとゆっこさんがいなかったら多分付き合ってないね、間違いなく。ゆっこさんがキューピッドかな、うん、ゆっこさんがいなかったらあのあのなんつうの、クラン君みたいなことは絶対しなかったから 100%、うん、そう、そっから始まったからね、うん、多分ゆっこさんいなかったらあの旅行で何事もなく何もあれだったかな。もともとその時はいいなって、いや、なんか嫌いだったかな、正直言うと。何こいつって思ってた、イメージが悪かったんだよ、どうしても。そう、そうそうそう、私の悪いところって仲いい人の言葉だけを聞いてその子のことをこう守っちゃうところあるじゃん、うん、そう。あ、ね、クラウン君、配信切らないで神社行くじゃん、あの移動ギリギリまでクラン君の枠であれしよう、私切るから11時になったらね。配信つけて神社行くの？配信つけて行かないよ、だから神社着くまでやればいいじゃん、イベント無料アイテムあれしてね。とりあえず車に行
ってるわ。うん、そうしよう。じゃあ電波悪いっしょ、うん、あそこだからいつも私寝室でやるときラジオなんだよ。あ、ラジオだといけるんだよね。あ、そうなの。うん、じゃあ別にラジオでもいいな。 Wi-Fi 繋いでる。うん、うん、今日寒いってよ。うん、長袖で行く。うん、怖がりの何？最後は最初のイメージに戻るっていうね。え、何の話してたっけ？え、何の話それ、うん、何の話、うん、うん、今美顔器で痛ませたの。美顔器で。でね、髪の毛さ一個結びで帽子の方がいいかな、それとも下ろして帽子がいいかな。あ、そうだ、私さ、と1位のさあのふわっちのさあの景品ちょっとみんなで見ない？これふわっちの いつのイベントかわかんないけど、イベント1位の賞金ちょっとみんなで見せたいと思います。マジで。ストラップ。で、いつも応援してくれてるリスナーさん、あのプレゼントしますね。誰かにプレゼントしようかな。いつも応援してくれてるリスナーさんに、あのなんかゆまりちゃんが還元してたんですよ昨日配信で。あの還元キャンペーンしてて、私も還元しないとリスナーさんに見習って、これも還元したいと思います。いや、ふわっちひどいよね。もうちょっとなんかさあれすればいいのに。うん、あの枠切んないでね、だから、うんうん、さっきの話で初対面の印象操作があって、それから深く付き合っていろいろイメージが変わってるけど、最終的に初対面の印象に戻るっていう。え、そうなの？え、そうなの？そうなんだ。そうなんだ。うん、そうですか。いや、わかんないけど、そういうもんなのかな。なんだこいつに戻るの、うん、でも私本当に良くないなって思う。なんかそのやっぱ仲いい子のが言ってることを、まあでもみんなそうだよね。仲いいって思ってる人のことをやっぱ鵜呑みにしちゃうしさ、そういうもんだよな。だからちょっとイメージが悪かったんだよ。だから悪いイメージって思ってたらすごい優しくしてくれたじゃん。だからそこもなんかあれだったんかな。なんかヤンキーが優しくするとさ、え、いい人かもっていう倍に何倍にも感じちゃうっていうかさ、うん、でもね、もともとご縁があったの。私の、あのマネージャーも面接行こうとしてたらしいし、ご縁があったんだよ。そうそう、結構前からご縁があったんだって、うん、ジェネレーションギャップ。雨すごいんだ、
で付き合った人ほとんど初対面嫌いから入ってる。だから思うんだけどさ、私ってイメージすごい悪いじゃん。でもプラスに考えるとそっから入って余計にこうよく見える可能性もあるよね。あのイメージどうしても悪いから 入ってくると思うんだよ。みんなだってみんな私こういろんなところでこうよく悪く言われるからさ、まあそれもそれでいいんかな。向こうは逆かな。あ、いいよ渋滞しても全然時間あるし、分かる人には分かるからね。あ、そうですね。あと30分したら終わるか。11時になったら私枠切るね。11時になったら、今日カレンダー、あ、忘れてた。あのさ、そうだそうだ、あ、そうだ、ひなたちゃん、ひなたちゃんいるじゃん。ひなたちゃんにグッズをあげたかったんだわ。今日ひなたちゃんと会うんだ。グッズあげよう。ひなたちゃんに、ひなたちゃんに何のグッズだっけな。L サイズの T シャツね。L サイズの T シャツあげるわ。そう、あのなんかコラボしただけでさ、あのコラボありがとうございましたってひなたさんのリスナーさんからファンタもらっちゃったから。T シャツあげようと思って、たかだかコラボしただけで、コラボバトルしただけで。あのね、撮影場所はね絶対言うなって言われてる。お腹減ったって言ってる。お腹空いたって言ってる。じゃあなんか食べたら。お腹減ってないんだよな。ふう、まゆちゃんのこと、そうなの。何を尊敬することがあるの。あ、おはようございます。あ、ひーちゃんありがとう。あ、ありがとうございます。ひーちゃんありがとう。おはようございます。ありがとう、配信者の可愛い子から。なんか食べたら、いやなんかね、クラウン君はね外食が好きみたい。外食外食とかなんか、アクティブな人だから、なんか食べ、なんか外で食べたいんだと思うよ。気遣ってくれてる。そうなの。私お腹減ってないよ。どうなんだろう、外で食べたいんじゃない。気を使える、いや単純に外で食べたいんじゃない。違うの、わかんない。全然作ってあげるけど、お弁当箱になんかもう全然いいけど、すぐ作れるけど、冷凍したやつチンすればいいから。わかんない。言えなそうじゃん。まあそうなのかな。私ね、あのね、私本当の思った。私ね、言われないとわかんない。言われないとわかんないわ。違う美顔器、美顔器で今痛めつけたの。てか言っても聞かない、刺して難しいよね、刺してって。何その女みたいなこと言ってて。
一人暮らしなら絶対外食に手作りしちゃう、きつかって、うん、どうなんだろう、うん、え、そうなのかな、え、じゃあ、作る、今から作って持ってく、うん、作ってあげようか、じゃあ、うん、いいよ、じゃあ作ってあげる、私お腹減ってないもんだって、クラウンは外食命だよ、だってほらそうじゃん、外食したいんじゃない、うん。多分今も察してほしい、いや難しいよそんな、むずくない、でじゃあこれ結構難しい話だよね、いや、外食したかったんですけどって思う、外食でいいかも、あ、ひーちゃんありがとう、ひーちゃん、うん、うん、そう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 、決めつけしてる場合あるよね、だから、うん、ありがとう、クリとリス、クリとリスとシャケクマ、ありがとう、ありがとうございます、ひーちゃん、シャケクマも、うん、いや、この前ね、天然さんがこのあんたこのパスタどうやって作ったんってなんかあんじゃん、ミートソース、あれ冷凍してあるから、あれ食べさせたりじゃん、あんたこれこんなすぐ作れるんで、そう喜んでたの、あんたっていうねで無理で男の人の真似なんて、羽織物があるから、うん、外食好きって言ってる、そうそう外食がほら好きでしょ、だから言ってんじゃんじゃあ作んなくていいじゃん、うんうん、だから私あんま作ってないんだよ、クラン君と一緒にいる時ウーバーしようって感じなんだよ、タコ大丈夫か、エイザーさんとバチバチだったね、うーん、じゃあちょっと聞いてみるか、今コメントして、大量にね落ち込んできたんだけど、マユお腹減ってない、ワクワク子供減ってないから、ご飯作って持っていこうかって、送った今。お腹減ってないからご飯作る。ああ大丈夫よ。大丈夫よ。なんか適当に食べるわ。適当に食べるって。なんか適当に食べるよ。そしたら。適当に食べるって。DS4W5。うん。DS4W5。うん、これ入れたかったんだけど入んなかった、なんか裏面がねなんかガチャガチャになって、なんか裏面なんか。うん。うん、全然気にしてないじゃん。だから外食が好きなんじゃない、うん、そうなんだよ、うん、捨てないどっかで待って、そう、その間配信してると思う、その間に食べるかもしれないしね、うん、うん、まあ全然作ってあげるの好きだけど、それね、で無理して作ってもやれて外食でいいって言ってんのにこいつ柴田かよって思われるかもしれない、こいつうん、メイクしてもらう、なんかすごいごめん、痰が出るそうそう、ありがた迷惑ね、そうそう迷惑なんじゃないって、迷惑とは思わないかもしれないけど、
そうそう、難しいよね。あと20分したら切るか。そうそう、今もう治りかけ、治りかけで治ってたんだけど、イベント最終日にあのナイスナイスナイスって36時間やって、またちょっとあれして、昨日ちょっとやばくてさ、でまた治ってきた。治ってきた。まいちゃんね、身長高い、163センチだね。163センチ、ちょっとでかいんかな。てかやだな、雨やだな。あ、そうだそうだ、カラコンなくなったから新しいの買った。新しいカラコンはつけていこう。昨日ディズニー行こうとしたんでびっくりだよ。体調がちょっとね、二人悪くてさ、なんかちょっとこれ縁が黒いな。やっぱりつけないとそうしっくりこない。なんかね、やっぱカラコンあるとなんかあるなし、なんか メイクの違うかな。すごい一気にメイクしないとカラコンだけだとちょっと怖いね。でも、もう確か全然違うね。やっぱカラコンあるないでなんかこう違いますね。漏れるよね、うん、いやメイクするとまた漏れるよ。やっぱカラコンやっぱ大事だね。おはよう、ひぐちゃん。うん。ひぐちゃん、おはよう。充電器あるか。ね、今日はプロの人にメイクしてもらうか、楽しみ。楽しみですよ。服装が、え、別に良くない？あんまりこう、派手すぎちゃってもさ。派手すぎてもね、どうすんの？てかさ、ゲンさんさ、来てるね、東京に。マジで会いたいんだけど。私の、バトル仲間のゲンさん。眉毛って結構相性良くない？しかも。眉毛。最初はみんなさ、またゲンかよって言われたけどさ、ゲンさんコーナーね、みんななんか、いいと思ってるよね、最近。なんでキリスト君と仲いいのか分からんけど、うん、なんだっけな、ゲンさんの新曲ってなんだっけ、なんだっけ、ゲンさんの新曲なんだっけ、あ、お、リズムが忘れちゃった今。新曲なんだっけな。じゃあそれだ、みんなでじゃなくてなんだっけ、音程が忘れちゃったんだよ。音程なんだっけな、あ、もう忘れちゃった。みんなでじゃなくて、ちょっともう音程が忘れた。音程が忘れちゃった。なんだっけ、音程だよ、音程忘れちゃった。どう忘れ、トイレットペーパーでいろんなところみんなでの次々はその言葉を
なかなかと言ってくれたら分かるかもしれない。ね、リスナーさんがトイレットペーパーをね大量に買ってくれたの。だからもうティッシュあるの。みんなで投げよう。ダメだ、もう聞かないと分かんない。まだ減らないの。あの実はですね、あの2年かけてなくなったんですよ、トイレットペーパー。それがまたあのヒカキン状態、トイレが、うん、2年かけてなくなったのがまた2年前と同じぐらいの量がね、プレゼントもらって助かりますよ、消耗品だから。うん、いやあのね違うの、リスナーさんがね今回買ってくれた。そうそう、2年前に酔っ払って大量購入しちゃったんだよ。そういう癖がある。うん、うん、じゃあ前のリスナーさんだよ。前のリスナーさん、感謝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 です。あと10分したら支度する。10時50分だったら支度する。まゆちゃんあんまり服、いや買ってるんだけど、買ってもさ着ないんだよね。着ない。でも買おうかな。あとワンピが楽、あのセットアップ考えなくていいから楽ですね。うん、しかもファッションショーしてもなんかみんなダサいって言うし、なんかこう買おうっていうモチベになんない。どうせダサいんかな私ってって思っちゃって。ワンピースだったらさ、ダサいもクソもないじゃん。うん、今日は雨だからスニーカー履こうかな。うん、まいちゃん可愛いからみんな羨ましいと思ってるの。てかさ、これまた言うんだけど、また言うんだけど、私の枠でそれ言ってもいいけど、他枠でそれ言っちゃダメだよ。マユはナイスも強くて人気者とか言っちゃダメだよ。もうなんか痛いって思われてるっぽいからさ、マユリスが。そう、痛いって思われたくないから、他枠であの異常な褒めとか しちゃダメだよ。そう、あとは、まあ、天然さんにブロックされたマユリスがいてさ、天然さんがブロックするって相当だからね。あの無料アイテム前に流してとかね、そういうのもダメ。もう絶対言っちゃダメ。もう私が流して、あ、私が例えばさ、誰々に流し無料アイテムをあの流してとか言ったらさ、あ、いっぱい来た、あ、じゃあまゆちゃんにも流してっていうくだりあるかもしれん。そういうのだったらいいから、私が流してって言ったら配信者に、そうそう、要求しちゃダメだよ。うん、そう、前のアンチってね、妬み嫉妬多いと思う。まあね、私可愛くて総合1位で、彼氏もイケメンだしね。彼氏もイケメンだからな。どうなんだろう。まあどうだ、嫉妬ではないと思うよ。本当に嫌いなんだと思うよ。本当に嫌いなんだと思う。ただ私のことアンチしてる人って、まあなんか変なやつが多いかな。でも変なやつ多くない？この人何言ってんのみたいなさ、あんまなんか正論系がいなくない？私のアンチって、まあ確かにっていうのじゃなくて、眉は整形ババア椎茸わらわらとかさ、なんか変なやつが多いよね。そう、なんかやべえやつだなって、うん、やっぱり自分のこと可愛いと思ってないよ。調子乗ってただけ、うん、そう、椎茸って言われるんだけど、椎茸じゃないんだけどね。
あ、リリーさんさっき無料行ったよ。あ、行ってない人ね、よかったリリーさんにね、よろしくね。整形するやつはサイボーグって言ってた。でも古い古い、もうね古いからね。でもそんなこと言ったらふわちの帝王もサイボーグになっちゃうけどね。もう整形がそう批判的なのはもう古いよ。いや別に私妬まれてないと思う。本当に妬まれてないよ。妬まれてるから嫌いってわけじゃないと思う。それはマジで違うと思う。ただこいつ気に入らないなとかはあると思うよ。あのなんだかんだ言い続けてるところは気に入らないと思う。リリーさんありがとうね。そうそう、人は人で、あとは比べるのもダメね。比べちゃダメだよ。うちの枠でもそうだけど、あいつは前と違ってとか、もうそういうのも私好きじゃない。まるまるちゃんよりも前の方が可愛いよっていうのも好きじゃない。もう本気で比べられたくないから。前は発言もヒヤヒヤするとか、いや今日ね、私ね言葉選び下手だよね。言葉選びが下手で嫌われたりするわ。言葉選びがね、そう、なんか変じゃん。変なんだと思う私。日本語ちょっとこう変わってるんだよね。普通に喋っててもちょっと普通なんか変っぽいよ私。誤解されやすいね。いや、あとねサバサバしてないよ。そう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 、言葉足らずね。ちょっとあんまりもう中卒だからさ、高卒だけど、まあ、ほぼ中卒みたいなもんだからあんまり言葉とか知らなくて、そう、正直正直、ああそうそう、サバサバしてるんじゃないけど、別にサバサバじゃないけど、さっぱりしてるところはさっぱりしてて、あの男勝りなんだよねちょっとね。そうだね、そうなんだよ。だから彼氏とかの方が女性的な脳かもしれない。私よりも女性的かもしれない。だむしろだから男性的な人だとこう喧嘩になっちゃう、すごく。そう、あ、そうだ、支度しないといけない。なんかこれさ、胸がさ、なんか下っぽく見えるな。このリップのこれが。よし、じゃあみんなあのクランクの枠に移動するからね、支度して。なんかクラン君オレンジジュースあるっけ、これ持ってく、飲みかけのやつ。なんか飲みかけのあるよ。なんか一口か二口飲んだオレンジジュースあるけど持ってくか。あ、てかしら思った、クラン君って絶対的に外食タイプの人だわ。だってうちの麦茶も飲まないもん。うちの麦茶飲まないで買うんだよね。だからやっぱそのか、なんつうの、好きなんだよ。今日は靴下履こう、久々に。今日は靴を履く。日向さんの、
T シャツだ。あ、ね、最悪、どうしよう。あ、もうこれでいいや。ここにアイコス持ってるんだ。前しか買ったの T シャツね、 L だよね、うん、ありがとう。あ、なんか、あ、なんだこれ、そらちゃんありがとう。そらちゃん、シャキュクマとクリありがとう。焼き芋も着てた。あ、焼き芋10個、そらちゃんありがとう。カバンも、カバンも持っていくか、うん、何？え？上着いらない？今日何度？今日何度？19度か。カーディガンなんてないよ。何を、なんでそんな笑うの？ライダースの方が変でしょ。え、この帽子かわいいじゃん。だって今日雨なんだもん。だってライダースに帽子合わないじゃん。帽子絶対かぶりたいんだもん。だってふざけてないんだけど。変だよ、絶対変。ライダースにこの帽子は絶対変。
だけだったら変じゃないってこと。でも寒いもんね。どうしよう。もうなんでこう。このギリギリの時間にそんな言ってくんの？どうすんのじゃ。もうちょっと待って、外開けてみる。どうする。もう トレーナーかな。デニム、デニム、いいや、長袖でいっか。じゃあ長袖でいっか。これ絶対的に可愛い格好があるけど、まあ、キャップはちょっと違うキャップにするわ。絵じゃねえんだよ、可愛いだろ。もういいよ、可愛いから。やめて、もう。髪の毛どうしよっか。これはポニーテールかな。雨降ってるからね、ちょっとまとめた方がいいね。なんかさ、なんか臭いんだけど。あとは何しようとしてたっけ。
向さんの T シャツ持ったじゃん。あ、クラウン君のオレンジジュース持ってってあげるか。これこれ空だ。でバッテリー持っとくか一応。これさ、これでいいかも。じゃあ行くよみんな。じゃあ私あのもあの枠あれして、まあでももう車乗るだけだけどね。じゃあみんなあのクランクの枠移動して。じゃあねみんな、バイバーイ。